SEO 対策の、キーワードはこう3つに分けられる。あ、ちょっとこの答えがガガって出てるから、ちょっと隠そう、画面隠れたかな答えがいっぱい今なんかいっぱい出てたような気がするんで、ちょっと隠しましたよ。ですね、これ SEO 対策のそのキーワード3つに分けられるっていうところで、情報系 A、 アクション系 A、 固有名詞系 A って、この3つにこれ分けられるんです、検索のこのキーワードって。じゃあちょっとね、イメージが湧くように少しお話をしようと思うんですけれど、あるですね、じゃあ営業マン、大阪の会社に勤めている営業マンがいたとしましょう。でその営業マンの男の子、男性の方がですね、今日は東京の 方へ、こっちの方へ出張に来ると、仕事で。で新幹線乗っかってですね、でちょうどじゃあ分かりやすいように、渋谷の隣の内恵比寿ですからね、あの隣の、渋谷駅に到着というところを想像してほしいんですけれど、その時はですね、到着したのがちょうどお昼の12時ぐらい、お腹ペコペコの時間帯なんですよ。でその営業マン君はですね、めちゃくちゃラーメンが大好きなんです。だからもうで東京のこっちの方にですね、渋谷とかにこうなんか詳しいわけじゃないんですよ。だけどよくあのテレビとかに渋谷ってめちゃくちゃラーメン屋さんなんかこう紹介されたり出てるし、絶対うまいのあんじゃねえかと思いながら、ワクワクしながらですね、新幹線乗っかってくるんですよ。絶対よし、渋谷のなんか美味しいラーメン屋さん食べようと言った時に、じゃああの八甲口にポン降りて、よーしなったら、まずピッスマホを出して、まあ、検索をかけてくるわけじゃないですか。その時にその営業マン君はですね、なんて検索をかけてくるでしょうというところなんですよ。徳丸さん、いかがでしょうか。お、マイクが、ごめんなさい、ミュート外していただいて、その辺間違っててもいいんですよ、はい、間違ってても全然いいので。ラーメンがやっぱり絡むわけですよね。えラーメン、うん、そうですね、まあラーメン食べたいわけですから、ね、どうでしょうか、どうでしょうか。だから地名とラーメン入れるんじゃないですか。おうんうんうん、あのどこから来たんですか、どこ。いやもう大正解ですよ、大正解。地名とラーメン、はい。ちょっとじゃあ答え、さっき出てた答えのところちょっと行きましょう。これ、まあ、地名とラーメンっていうのがここら辺にこうあるんですけれど、これその営業マンの男性がですね、俺どうしても今回渋谷でなんか有名な豚骨の味のラーメンを食べたいんだというふうに要望が定まっていたとしたら、きっとねこうやって打つんですよ。ラーメンスペース渋谷スペース豚骨って。もうね、味噌が食べたかったらここが味噌に切り替わるだけ。もしかしたら順番がバラバラになる可能性だっていっぱいありますよ。渋谷スペースラーメンスペース豚骨になる可能性だっていっぱいあるし、で10年ぐらい前っていうのはこういうふうにスペースを区切って入力するとかっていうことをあんまりみんな知らなかったんですね。ところが今っていうのは小学校の子供たちですらこういう検索の仕方知ってますからね、いろいろキーワード入れるとなんか上手に出てくるんだみたいな。これがね、実はあんまり区切りすぎるとあれダメなんじゃねって思ったりするんです。ラーメン屋さんの店主オーナーたちっていうのはみんなね、やっぱりこれで上がってきたらすげえ嬉しいんだけどなってみんなおっしゃるんですよ。いや分かるよと、ラーメン渋谷豚骨とかでこれ上がってきたらこれはまあこれで嬉しいんだけれど、いやだって俺は検索してる数がめちゃめちゃ少ねえじゃんって言うんです、みんな。やっぱりこれでしょう、ラーメンでしょうみたいな、これでガーン上がってきたらすげえお店繁盛するんじゃないかってみんな想像するんですよ、これみんな。ところがね、やっぱり要望が明確であればあるほど、きっとね皆さんも普段そうだと思うんです。何気に気になんかこう今言われると、あそうだなってもしかしたら思われてるかもしれないけれど、こんな風に検索されてるんじゃないかなと思うんです、要望が強ければ強いほど。だから月のこう検索の数とかって後でいろいろ調べ方とかやってきますけれど、少ないんですよ実際、半端じゃないです。こういうのをねビッグキーワードって言います、ビッグキーワード。そしてこういうのラーメン東京とかね、こういうのをミドルキーワードって言います、ミドルキーワード。そして一番下のこれラーメン渋谷豚骨とか、こういうのねスモールキーワードって言います、ビッグミドルスモール、そういう言い方をするんですけれど、これね、これ
やっぱりね、この辺とかこの辺とかこういうキーワードを狙っていくんですかね。こういうキーワード、そうするとここにコンバージョンが生まれやすいって書いてありますけれど、インターネットの世界では何かその、例えばじゃあラーメン屋さんだったら来店チリンチリンって来店してくれたり、じゃあ B2B のビジネスであれば資料請求、予約、小清水さんの整体とかだったら予約とか相談とか、まあなんか電話がかかってくるとか、なんかメールが問い合わせが、森松さんのところだったら入ってくるとか、そういうのも全部コンバージョンするっていう言い方をするんですね。コンバージョン、これコンバージョンが生まれやすいんです。これコンバージョンにつながりにくいんです。なぜなぜかっていうとですね、これ要望が明確じゃないんです。要望が、最近の人たちって要望が明確だったら、さっきみたいにね、お伝えしたようにこういうふうに、例えばじゃあ日本とラーメンのなんか歴史の違いとか、なんかそういうのってこうね、論文を書こうとかしてた時にそういうことがなんかこう出てこないかなとか、なんかキーワードがね、言葉が分かんなかったりする時にもや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 しながら、こういうなんかドンってとりあえずなんか出てこないかなっていう感じで打つんですよ。そういう打ち方なんです、これって。で、間違っちゃうのが、勘違いしちゃいやすいのがこれです。例えばじゃあ小清水さんのところ町田じゃないですか、はい、もしかしたら東京ってやった方のがなんかエリアでかいんじゃねみたいないっぱいお客来ちゃうんじゃねみたいなことを考えちゃったりするんですけれど、これがねブブーなんですよ。もうだって例えばじゃあ小清水さんがあのね渋谷のところにいて、じゃあラーメンちょっと食っちゃおうかな思った時、東京って絶対入れないですよね、うん、絶対ラーメンスペース渋谷ってきっと入れますよね。だけど世の中の社長、そしてご担当の方々みんな東京大とかね、名古屋とかね、千葉とか、結構でっかい括りで上がったらいいんじゃねってみんな思うんです。これがね、失敗の元というか、そこからなんかこう間違いが起こっていっちゃったりするケースが多いんですけれど、もう本当にリアルに考えるんです。自分がその環境のシチュエーションだったらどういうふうなキーワードを入れるんだろうか。だから会社の社長たち担当の方々が思い描いているものと、リアルに本当にその検索困ってる、分かんないこと困ってることを調べる人たちって相当ギャップがあるって考えた方がいいんです、うん、めっちゃ離れてます結構。だからミドルキーワードがいいっていうわけじゃないんだよっていうのも覚えておいてほしいんですね。はい、どうぞ。あ、言っていいですか。どうぞ。今のラーメン渋谷豚骨のこのスモールキーワードですか。はい。例えばこれ渋谷じゃなくて私だったら恵比寿の駅にいたら恵比寿って入れるはずなんですけど。そうですね。そっちの方がもう少しこうコンバージョンにつながりやすいことが起こるんですか。間違いないです。恵比寿に小清水さんがいたら、恵比寿のラーメン屋さん食べたいって思ったら、間違いなくやっぱり恵比寿って入れられるじゃないですか。入れますよね。はい。だから、そういうことです。あの、小清水さんは町田の整体院をされてらっしゃるんですけれど、もう町田っていうキーワードをやっぱり入れ使っていくべきなんです。ああ。これが答えですよ。まずエリアのところの。はい。絶対人々は、エリアをさっき徳丸さんがエリアって言っていただいたように、エリアをやっぱり入れてくるんです、基本的には、うん、ここをね逃しちゃやっぱりいけなかったりとか。でも、うん、そのビジネスモデルだとか、このペルソナさんに、検索ユーザーにどういうふうに見つけてほしいのかなとかっていう、そのマーケティングのこうなんていうんですかね、この流れありますよね。どうやふうにこの人たちを階段をステップを、あのこれお見せしながらのが分かるかな、いつもの売り込まずに売れる仕組み作りでこの解説をしている、こういうカスタマージャーニーって言いますよね、顧客の旅です。全く知らない人たちにどうやって安眠整体院に来させるのかという物語を作ってあげなきゃいけないわけですよ、イメージして。それがどういうマーケティングモデルによるかで、やっぱりエリアが必要なキーワードもあれば、エリアが不必要なキーワードもあったりとか、ここがめっちゃ重要です。お客さんを呼び寄せるためのこの客動線って言いますよね、これをどう考えるかなんです。
これをもう検索ユーザーがバーン出てみたいな、リンリンって電話来るってみんな世の中の社長と担当の人たちってみんな思ってるから、それじゃあキーワード見っかんねえじゃんっていう話なんです。なるほどね。こことリンクさせてくるんです、この仕組みのモデルと。そうすると実はもや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 してるところが、あ、ね、写真撮影ってやって電話がガーンかかってくるわけじゃねえんだなっていうことが多分イメージできてくるんじゃないかなみたいな。どういう仕掛けでお客さんと接触したり相談に持ってこさせるかっていう、その仕掛けを作っていくっていうことなんですよ。要はそことキーワードをリンクさせていくんですね。これだからすぐに見つからないっていうのはこういう部分もあるからなんです。実はキーワードを選定していくときって、そこのこうなんかこうミックスクロスさせていく考え方っていうのもめっちゃくちゃ重要なんで、だから全体設計、お客さんを集めるためのそのマーケティングモデル全体設計っていうところからいかないと実はキーワード選定なんて簡単にはできないんですよっていうところも一個あったりします。覚えておいてください。そしてこれランビッグキーワードの話しましたね。だからミドルキーワードも間違っちゃダメよって話しましたね。あともう一つ情報系のところでちょっとお伝えしたいんですけれど、ですね、税理士さんの例で言うと分かりやすいんです。これ例えば、3月とかなんかそのぐらいの季節になると、うーん、個人事業主フリーランスの方々が確定申告っていうのをする時期に真っ只中になってくるわけじゃないですか。税理士の先生たちからですね、そのタイミングになるとすごく問い合わせが増えてくるんです。高橋さん、ホームページアクセス数そこそこあって、でキーワードもね、なんかそういうのでこうブログから入ってきてくれてアクセスはあるんですよ。ところが全然仕事につながらないんです。なんでなんですかねみたいな。何がおかしいんですか、ホームページってそんなもんですかみたいな、インターネットってそんなもんですか言われるんですよ。でいろいろ分析ツールアナリティクスひっくり返したりなんだかんだとこうやりながら見ていったりするとですね、あれはもうむき出しに裸丸裸にできますからね。何が起きてるかということが分かってきます。でいろいろこう分析分解して見ていくとですね、やっぱり分かってくることが、その例えばじゃあその税理士さんから見た時のこの人ね、お客さんになってほしいんですけれど、その税理士先生が書いたブログには確定申告の作り方とかね、確定申告の書き方とか、そういう検索キーワードでどうやらこの人たちがガン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 ホームページの中に入ってきてるんですよ。そういう人たちってですよ、この情報系のキーワードの人たちなんですけれど、自分で確定申告を金をかけずに作ってやっちゃおうと、そのためのヒントになる方法って Google で検索したら何か出てこないかな、辞書代わりに検索をしてるんです、この人たち。わかります？金出す気一切もないんですよ。一切もないよこの人たち。でもその人たちからブログにいっぱいいっぱいアクセスがあって、あ、いいじゃん、これいいじゃん、全部パクっちゃおうみたいなね。よし、ちょっと頑張っちゃおう、自分でやっちゃおうみたいな、ね、税金なるべく払わないようにインチキやっちゃおうみたいなね、なんかそういう感じでみんな探ってるんですよ。それじゃダメなんです。じゃなくて、その税理士先生がお客さんになってほしいのは、顧問料を払ってくれるとか、確定申告をだから代わりに作ってくれるみたいな、そういうような人たちをお客さんに見つけてほしいわけじゃないですか、税理士先生のところ。その人たちっていうのはですね、確定申告スペース書き方とかじゃなくて、作り方とかじゃなくて、確定申告スペース相談とかね、確定申告スペース恵比寿スペースコンサルタントとかね、なんか例えばですよ、じゃあ確定申告セミナーとかね、お金を払ってセミナーを聞きに行ってみようとか、そういうの。だからいろんななんかパターンがあるんですけれど、さっきの確定申告作り方とか書き方とはちょっと違うわけですよ。そこの部分をどう上手にこうなんかこう考えていくかみたいな、それがずれていっちゃうと、お客さんにならない人からのアクセスがガンガンあっても辞書代わりに使われちゃってるだけなんで、これ全く売り上げにつながってこないっていう、そういう残念な結果になるケースが多いんです。なのでそういうのも検索キーワードが実際にどういうキーワードで入ってきてるのかなとか、
アクセス数はなんかあるんだけどなとかって思いながら、そういうのもね、あの分解して分析していくといろんなことが見えてきます。なので最後ですね、まとめると、まあ、情報系、アクション系、固有名詞系ってこう3個に分けられますような、固有名詞系っていうのはさっき の、 あのブランディングの SEO と一緒ですから、こういうので上がってくるっていう、こう分けられるんですけれど、これですよ、これアクション系のキーワードで皆さんは検索キーワード戦略をやんなきゃいけないんです。これこれでやるんです、こういうのとかこういうので。何か検索を見つけてくれた時に皆さんのホームページに入ってくるじゃないですか。入ってきた時に予約をしてくれるページに入ってくるのか、相談をしてくれるページに入ってくるのか、もうもしかしたらネットショップとかだったら買ってくれるページに誘導するのか、つまり検索をかけた時に行動できるページに飛ばさないと意味がないんです。トップページに飛んできちゃったってしょうがないんです。っていうこともとっても大事なことなんで、ちょっとイメージ膨らましといてほしいんですね。ここまで OK です？大丈夫そうです？キーワードのその考え方、はい、ありがとうございます。